さあ、ラスの会の三国天武道庫でございます。いつもご視聴ありがとうございます。今回は軍団戦ダイアリーなんですけども、対戦軍団がですね、国戦のマッチング発表でも説明させていただいたんですけども、ロングルアさんとお読みするんですかね、ベトナムっぽい名前の軍団と対戦ということになりました。こちらの軍団は4組以内ということになっているので、運営さん的な考えですと、うちよりは強い軍団と判断しているということになっているんじゃないかなと思います。で、うちがですね、初の6連勝をかけた戦いということで、ここまで軍団戦連勝を重ねてきてるっていうのもあって、対戦する軍団ということで、やっぱりきついのかなという気はしております。で、人数もですね、相手軍団さん48人に対して、うちの軍団が35人なんですよね。13人も少ないと、やっぱり反撃です。奪還か。奪還ですね。国戦じゃないわ。軍団戦の奪還で、やっぱり大きな差が出てくるんじゃないかなということでね、かなり厳しい戦いが予想されるんですけどもね、どのような結果になったのか、リップの方を見ていきたいと思います。はい、第一出征なんですけども、相手防衛はですね、結構揃ってますよね。画竜諸葛呂布、紫竜曹操、神君陸遜ということで、最強の防衛陣ということになっております。で、これ援軍がね、一応入ってるということで釣りました。釣ったんですけどね、この金庫台が気になりますよね。この金庫台のレベルが高いと、レベルというか、あれ何言ったらいいんですかね。連動を上げるやつありますよね。聖望か。聖望システムなんかで鍛え上げてると、結構ね、この車がね、その金庫台の一撃で全部消滅するみたいなね、ここですね。はい、こんな感じでガッサリなくなっちゃいましたよね。こういうのがあるんで、結構金庫台の位置ってね、気色悪いんですよね。僕は割と気にしてるんですけどね。で、これトラ出したのは金庫台を空打ちさせようと思ってトラ出したんですけども、失敗してますね。で、もうええわということで、画竜諸葛を右上から出してます。はい、また車がガッサリやられたので、月影が全然仕事してないですね。で、画竜諸葛がこれ下に流れていきそうな感じですね。だったら上から周囲を出そうかなという感じなんですけど、迂回する時間もあるでしょうから、ちょっと出すのを遅らせたらですね、月影がこんな感じで氷台にかかってしまうというね。援軍が入ってたので氷台にかかる前になんとかなるかなと思ったんですけども、画竜諸葛が変な風に流れたのと、金庫台にうまいこと車を消されてしまったということでですね、全然仕事せずに終わってしまいましたね。これは完全に先読みが足らなかったというか、浅すぎですね。で、一応もうこれは2枚取れたらいいな的な感じで、旅も出してますけども、無策もええとこですね。削れてる方向から出したら、まあなんとかこうごっつぁん白落としありえるかなという感じで出してるだけというね。まあそれがうまいこといくのかどうか。呂布は倒しきりましたね。ここで能高発動してなんですけど、ちょっと削りが甘すぎましたね。それでも結構いきましたね。これ武将の動き次第だったら白落ちてた可能性ありますね。で、一応もうこの射撃塔だけということなんで、まだ諦めるには早いのかなという気はするんですけど、ただいかんせん援軍が入ってたので時間が足りないですよね。なんで、まあちょっとこれは先に結果から申し上げますと、3枚取れなかったということですね。まあ武将の出し方であんだけ閉じてたら、まあ無理だろうなという気はしますけどね。一応最後までやってるという感じですね。はい、 96% ということで終わってしまいました。まあ土曜日ということで、もう結構前なのかな、今動画撮ってるのはこれ月曜日なんですけど、まあ一昨日いうことですか、なんですけどもね、ちょっとあまり記憶に残ってなかった攻めという感じですね。やっぱり心ここにあらずな感じで攻めてたのかもしれないですね。そしたら次のリプ見ていきましょう。はい、第2出征です。曹操、画竜諸葛、陸遜、紫竜呂布ということで、もうみんなこの防衛ですね、嫌になりますね。で、陣形さっきの人と似てますよね。たださっきの人とは同じじゃないです。で、一応またですね、これ、金庫台の方から行ってるんですね。ちゃんと考えてるんやろか。考えてないんでしょうね、多分ね、これね。考えてないから同じようなことをやってるんだと思うんですけど、うん、左からでも良かったような気するんですけどね。多分これ、右に義武曹操がいるから、右から出してるんかな。結構その月影とその曹操が対魔になった時に長生きしますので、それ狙いで行ってると思うんですけど、またこれ車が仕事せんかったらね、こんな感じでね、すぐ消滅させられてしまうので、削りがうまいこといかないと思うんですけど、
またこれトラはね、金庫台を空打ちさせようと思って出してるんですけど、お、すべて壊れないですね。ちょっと金庫台の連動が甘いのかな。まあ、ここまで僕は見てたわけじゃないんですけど、全然狙ってはないんですけどね。うまいこと壊れていってますね。金庫台もさっさと壊れましたね。これはやっぱりその車を一撃で壊すだけの威力がね、金庫台になかったということですね。これはありがたいですね。でただこれ、周囲が表意台のターゲット取られたんですけど、うまいこと南蛮力士は仕事しましたね。で割といいタイミングで突っ込んだんじゃないかなと思うんですけども、どうでしょうね。もうあと一歩っていうところなんですけどね。はい、ガレオ諸葛が何もせずに死んでしまいましたね。あとちょっとなんですけどね、このあとちょっとがどうにかならんかという感じなんですけどね。でここで問題が発生してますね。月影が長生きしすぎそうという問題ですね。これで旅網を出すタイミングを失ってます。しかも車が、城の方に一挙乱ということでね、ノータカも発動しないということなんですよね。これは結構厄介なんですよね。ここでようやく死んでくれるかな。結構粘りましたね。ここで死んで慌てて旅網を出したんですけども、これはもう射撃とも砲手とも綺麗に壊れてるんですけど、ノータカが発動してないので、時間切れになるパターンですね。はい、リクソンが、潜伏状態になって、ガレオ諸葛も殺して、シリュウも殺してということで、この旅網自体はね大活躍してるんですけどね。はい、こんな感じでもう両毛が死んだ段階で 95% 壊れてて、あれいけるんじゃないのという感じなんですけども、これは時間がね全然足りないということですね。月影が長生きしすぎたせいということになってますね。ただあとちょっとだったんですけどね、落とせなかったということで、土曜日はね1枚1枚ということでね、非常に不甲斐ない結果に終わってしまっております。そしたら日曜日のリップ2つ見ていきましょう。はい、第3出世アップルパイ陣形に対してということですね。でこれ援護入ってなかったんだったかな、どうだったかな。あ、入ってたか、太平が入ってたんか。太平3つと弓騎兵というね、非常に珍しい、太平だったら太平だけっていうパターンが多いんですけどね、弓騎兵は結構邪魔しますから、先行使いの方なんでしょうね。私のプレゼントちゃんと受け取って。で一応この狼が取り付いてるんですけども、援軍利用ということには全くならないということですね。はい、太平が寄ってきたので、ここでようやく援軍を利用できるという感じになるんですけども、一応背の子つけるだけつけましたね。多分大丈夫やと思うんですけどね、特に使いどころもないので出しました。で、右からガレオ諸葛ですね。どっちに流れるのかなというところですけども、なんか右往左往してますよね。でこのまま上に流れていくだろうということで、下から、転移と周囲を出しております。ガレオ諸葛がね嫌な入り方しましたよね。これで周囲も嫌な入り方してます。これは完全に失敗ですね。うまいこと言ってない時のパターンですね。このアップルパイのやりにくさっていうのが存分に出た感じの攻めになってますよね。結構武将が釣られるんですよね、防衛武将がね。それによって周囲もガリオ諸葛も全く活躍しなかったという状況で、ピンチですねこれね。破壊率も稼げてないのに生き残ってるのは月影だけというね。で、下からもう旅網行きました。これは月影が死ぬの待ってたらもう到底取れないということで、ちょっとフライング気味ではありますが旅網を出しました。あとはこの月影のスキルのタイミングで早々にこの龍馬がねターゲット取られて釣られないようにというところですね。ここだけですね。ここははっきりともう運ですね。いいタイミングで龍馬入ってきましたね。はい、どうなるかというところですけど、はい、なんでしょうねこの動きね。いきなり、城の方にグッと、寄りましたけどね。さっきまで両方の方に行ってたと思うんですけども、非常に不可解なことが起きました。まあ、理由はわからないんですけどね。で、両方死んで 95%、 これどうなの、取れるのというところですよね。一応ノータコは発動してたので、まあ努力してみようかなというところですね。嫌な爆弾ですねこれね。で上から大変、これラストですね。はい、これはちょっと厳しそうですよね。ただですね、これなんかこう支流かな、支流に豚甲兵が行ったので、
ここでグッと、トラを出してですね、ターゲットを切り替えて城に移したという感じです。これで間に合うのかどうかというところですね。まあまあなんかいけそうになってきましたね。2秒1秒、はい、落ちました。落ちちゃいました。ということで、いやーこれ多分リプ見てくださった方、その店員が死んだぐらいの段階ですね。で、あ、またランセミスってるわって絶対思ったと思うんですけども、結果を見るとギリギリ取れたということなんですね。なんでまあちょっと細かいところはね、まあ虎出したりとかいう感じで、まあ、注意はしてたんですけども、最善を尽くしたらなんとかなっちゃったっていうパターンですね。なんで一応最後まで諦めない方がいいのかなと思わさせることができるかもしれないでリップになったんじゃないかなと思います。そしたら第4出生見ていきましょう。はい、第4出生はまたまた、アップルパイになってるんですけども、先ほどの方とは違いますね。この施設の並びとかも違います。目標はここの、角っこの壁の中に入ってる、防衛施設全て壊すことですね。ここの投石車とかも壊したいです。これで月齢が長く生きるのが確定したんじゃないかなと思います。で、右から画量諸葛で左から月へということですね。この、差はですね、なぜ先に画量諸葛を出したかと言いますと、これは援軍が入ってなかったから、その画量諸葛を先に出した方が中に入っていくタイミングは合うんじゃないかなということで、月への前に画量諸葛を出しております。で、下に流れるだろうということで、こんな感じで上から周囲を出して、今度はタイミングが完璧すぎるぐらい完璧に決まったんじゃないですか。これでまだ画量諸葛も、って言うたら周囲もスキル打ちましたからね。これね、白落ちました。いや、これはめちゃめちゃ気持ちよかったですね。はっきりと記憶に残っております。あ、脳でなんか出たなっていうのが分かる、こう気持ちよさですね。こんだけタイミングバッチリあったらこれだけ壊れていくんだなということですね。その転移でターゲット取ってる間にもうこの中にね、スキルを叩き込んでね、はい、3枚ですね。城のあたりでね、転移が引きつけてて防衛武将が城にいると。で、その城にいる防衛武将を狙って画量諸葛周囲がスキル打って、で、城が巻き添えで落ちるというね、理想的なパターンですけどね。これがね、結構簡単そうでなかなかできないのが今の月齢先行の難しいところになるんじゃないかなと思いますけどね。ということで削りは1133ということになりました。平均2ですね。人数が35人しかいないので1枚削っとりゃ OK っていう状況ではなかったんでね、まあなんとか2枚削れてよかったかなというところですね。そしたら奪還の方を見ていきましょう。はい、奪還はですね、これ上がね、がっさり開いてますよね、これね。なんで2枚狙いに徹したらそこまで難しい相手ではないかなと思うんですけども、なんか知らんけどこれ3枚狙いに行ってますね。で、下から、これね、月曜行こうかなというところなんですけど、ここの流星度だけはなんとか壊したいということで、はい、トラ3体追加で出して壊しました。かなりトラ使っちゃいましたね。で、月影を出してということですね。これでね、かなり月影生きるんじゃないかなと思ったんですけどね、どうなるでしょう。ね、これ金庫台もないですしね、車が存分に働く体制は整ってる感じなんですけどね。月影が中に入ってくる前に憑依台を壊せるかどうか、ここがポイントになってきそうですね。で、左上から画量諸葛で、右上から周囲なんですけど、これはね、もうタイミングさえ追ったらですね、この言うたら周囲と画量諸葛のスキルで先ほどみたいな感じで白落ちるんちゃうかっていうのを狙ってるんですね。ただちょっと、月影が入ってきちゃったので、スキル、打ちました、転移のね。なんでその目論見は失敗しちゃったんですけど、しかも早めに転移を出したにもかかわらず憑依台のターゲットっていうのを転移が取ってくれなかったということでね、完全に失敗ですね。しかも画量諸葛は左に流れるというね、もうむちゃくちゃもええとこですね。全然狙い通りにいってないっていう感じですね。で、これで両毛残ってるんですけど、仮に画量諸葛がここの奉仕とですね、憑依台の左の奉仕と壊したとしても右にがっさり残ってるということで、それやったらもう上でごっつぁん狙った方がいいなという感じですね。で、上から両毛行きました。ノータカ発動した後にこんな感じでね、周りの施設を壊し持って、この潜伏状態が切れた時にうまいこと城を切るっていうパターンは十分にあるんでね、そのごっつぁん狙いがうまいこと決まって奪還は成功したという感じですね。非常に情けない感じなんですけども、まあ結果往来かなという感じでね、奪還は決めることができたというところですね。
まあ、取れる相手ではないと思うんですけどね、練習すれば多分 2,3 回攻めたら取れるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、一発勝負ではちょっとうまいこといかなかったかなというところですね。月で左右から出したらまた違った展開になってたんじゃないかなと思います。なんでまあ35しか手がないところでね、奪還決めれたのは非常に良かったですね。安心しました。そうしたらベスト奪還見ていきましょう。はい、今回のベスト奪還はキャップ関係さんですね。文王を使ってるんですよ。それがちょっと懐かしかったので選ばせていただきました。で、援軍はこれ弓騎兵が20入ってるパターンかな、25でしたか、ちょっと、50やからまあ25ですね、入ってるパターンということっぽいですけどね。で、施設はかなり壊せたので、これかなり月栄は行きそうだなという気はするんですけどね。で、月栄が長生きしすぎて困るパターンにならんかなというところなんですけども、文王を使ってるんで龍も入れてないんですよね。こういったパターンの場合はその月栄の長生き具合っていうのはあまり気にしなくていいというところはね、羨ましいかなと思うんですけどね。まあそれでも龍も便利なんでね、僕は外す気はないですけどね。まあもうこうやって月栄は外からバンバンこう車を叩き込んで、で残りの武将でこの周りを壊しきるということですね。龍も使わずにね。で、下から文王ですね。やっぱりこう左右の方が上下よりは長生きしやすいということなんで、こう左右から武将を出すというのは、まあこれもセオリー的になってるんじゃないかなと思うんですけどね。で、上から周遊ですね。天意をどのタイミングで突っ込ませるかというところですね。この編成はね、この転移のタイミングというか全体的なタイミングですよね。これが難しいんですよね。さあ完璧なタイミングじゃないですかこれね。ちょっと文王が遅いかなという感じはするんですけども、この転移がよう生きてますよね。その間にこれのお鷹も発動して周囲のスキルが、これ城を落としてしまうというね、本当に理想的な、まあ、ハイブリッドと読んでいいんじゃないですかね。で、月栄は全然中に入ってきてない状態で、このような形でサラチが取れるということで、僕はねこの編成諦めてしまったんですけど、やはりこの編成もいいなと思わされる攻めですよね。ちょっとキャップ関係さんの、スペック気になる方もいるかなと思うんで見ていきたいかなと思います。はい、このような編成ですね。さっき見ていただいた通りの編成なんですけど、神器はこれ月栄が、専用神器持ってますね。両毛も一応この土装剣を装備させてスタンバってはいるんですけど、使う気はなさそうな感じですね。で、その天意は元凶光と文王は霊宝球と、で周囲も専用神器ということで、まあちょっとセオリー通りなのかなという気はしますけどね。で、馬に関しては、天意が関鳥羽ですね。で、月栄はうんちゃん、ここら辺は月栄先行っぽいところですよね。で、周囲を絶栄先行で、そうですね、文王はリヒサという感じですね。で、紫伝をガレオ諸葛という感じで、ちょっと変わった馬の感じやと思うんですけどね。リヒサはね、結構ハイブリッドやる場合はですね、役に立つことも多いんでね、僕はもう完全にちょっと餌にしてしまったんですけどね、これも結構いい編成なんじゃないかなと思いますけどね。キャップ関係さん、お見事でございます。そしたら今週の技あり2枚見ていきたいと思います。はい、今週はちょっと2枚を鼻から狙って、でその通り2枚取れたというリップがなかったので、3枚狙って結果2枚で終わったみたいなリップはねたくさんあったんですけどね。なんでうちがさらち取れたリップっていうのをですね見ていきたいかなと思います。you
相当しろ。今我を はい、いかがだったでしょうか。さすがにサラチの数は少なかったですけどね。うちが勝てたのかどうかというところを見ていきたいんですけども、はい、圧勝もええとこですね。これ1400対600ぐらいっていうことなんで、ここ最近ではないぐらい、まあ、圧勝できたんじゃないかなということなんですけどね。でね、人数はそんな、まあ、この13人差っていうのはかなり大きいので、そんな楽勝になる雰囲気はなかったんですけども、はい、こちらですね、奪還総数が36ということで、12人もね、奪還に出征していないということなんですね。これではまあちょっとさすがに勝てんわなという感じですね。で、奪還成功数も4ということになってますからね。うちが、2人来てなかったんかな。なんで33奪還ということになってて、まあ決まった回数が10何回だったと思うんですけども、なんですけども、まあ相手さんはこういった形になってるということなんで、結構ね、これで、まあさらにこう4組以内に入ってるっていうことになったら、国戦もね、だいぶ苦労するんじゃないかなという感じなんですけどね。やっぱりその奪還はもうほぼ9割以上はですね、出征するっていうぐらいのね、軍団でもですね、全然こう歯が立たないのがね、4組以内だということになってるんでね、もうちょっとこう出征率を伸ばさんことにはどうもならんかなという気はしてますけどもね。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。